今まさに旬を迎えているみかんみかん狩りがフルーツの町久留米市楽し丸町で始まりました久留米市楽し丸町で唯一みかんを育てている吉祥園では大きく育ったみかんを収穫しようと朝から家族連れらがやってきましたみんなで食べようかなって、はい まあ1日1個1個かかは食べるから吉祥園で採れるのは味が濃く酸味が強い実が大きなみかんで収穫したみかんは1キロ3 0 0円で買い取れきょうから来月いっぱいまでみかん狩りができます。